通にまだむくんでるんだよね。あ、前髪分けたからか。ちょっと前髪分けてお姉さん感を演出しようかな前髪分けたらやっぱお姉さんになるのかな。もう昨日は本当にコンビニに行くのにも迷子になりまして、っていうのもなんか地図を見ないで、あの最初だけ見て地図を見ないで行こうっていうゲームをして行ったんだけど、なんか一番遠いコンビニに行っててそこに行く予定じゃなかったの、もともと多分ね。なんだけど後々調べたら一番遠いコンビニに行ってて、やばくない？辛いのってむくむの？なんかさ、なんだっけ、何話そうとしたんだっけ、あのさ、あ、そう、それで道で歩きながらも全然人もいないし、あ、クラックありがとう、人もいなかったから YouTuber ごっこをしてマナがカメラ回してふて、こうやってこうやって、あとそのさ、ルームツアーみたいな、まあ公開することは、まあ、YouTube やってないからないんだけど徒歩ですよ、徒歩徒歩、それはもちろん。食べて、のギフトありがとう、こんばんは、こんばんはそう、YouTuber ごっこした、なんかめっちゃサラサラじゃない？ほら、もうこれ天使の、え、やばくない？マナ天使なのかもしれないもしかしてコンビニまで歩いてみたってので投稿するしか企画度大丈夫かな、企画度でもみんな優しいから見てくれそう。今日髪赤茶色い、なんでだろう、色落ち？にゃぽん。ここはもう新潟です。かわいいのギフトありがとうね。佐渡観光応援公式サポーターさん、もう袖で、なんか今日さ涼しかったっていうか寒かったよ、ね、東京観光してない、あんまりなんか時間がねあんまりなくて、東京ではロッテリア食べた全然チェーン店なんだけど、ロッテリアのマナーチーズスティックが好きで、あとポテトも美味しいじゃん、だからロッテリアをサーヤとユメと食べた。あ、あとねあれ食べた、あのさメロンソーダにアイス、メロンフロ、なんだっけ、メロンフロートみたいなあるじゃん、あれを食べた。あ、クリームソーダだ、それそれ、クリームソーダ食べた。あー、ハートありがとう、たくさんありがとう。今日クリームソーダ味のジュースの、あ、見たことあるかも、それカンカンのやつ、カンのこういうやつ、ペットボトルもあるっけ。こんばんは、イエーイ。なんかさ、そう昨日か今日さ発表されたんだけど今危ない、噛みそうになった。あのさ、ローソンさん、マナが愛してやまない唐揚げくんのローソンさんで
なんと私たち NGT オリジナルラーメンを何はんなんていうの ポップアップじゃないなんていうの間違えたなんていうんだっけラーメンをちょっと日本語誰か教えて。そうなんです、コラボ企画としてラーメンをこの続き何ラーメンをタイアップっていうの、そんな難しい日本語を知らない、タイアップさせていただけることになりました、イエーイ。なんか事前にねメンバーもいろいろなんか考えたりとかしてたので、してるのしていたので、してきていたのでぜひ皆さん食べてみてください、ツルツルと。あれってさ、なんかあれだよね、アルバムを購入してくれた方に特典としてあれだよね、タイアップ、タイアップだよね。タイアップは英語あー教えてください、日本語なんて言うんですか、この英語じゃなくて日本語バージョンはタイアップって何、ロッテリア美味しいよね、特典か、ラーメン付き CD なんかじゃあ家に届くときはもしかしたら CD と一緒にラーメンの出前が届くかもしれないもしかしたらコラボで作、あそう作らせていただきますがいいのか、確かにまだ手作りではないと思うんですけど、そうなんです、なんか前髪短いん、みなさんぜひ食べてくださいラーメン、そして喉キュルルってなっちゃった、そしてぜひ感想食レポを聞かせてくださいみなさんね、特典ラーメンってなかなか斬新じゃない、すごいよね、嬉しい、全国かなローソンさん、全国ラーメン何味かしら、まだ言えないんじゃない、これまだ言われてないよね、まだ言えないですね、もしどうする、やっぱさ春香村がさやっぱ今回さダブルセンターとしてさダブルセンターじゃん、だからさプリンラーメンとかってどうするみんなちゃんと完食してね、プリンラーメンだったとしても五分立つ味ラーメンみたいな、ね、食べ物つけるなんてもうモノトクでしかないじゃんねラーメンなんて食べたいな、うん、でもさローソンさん全国だったらさ嬉しい、みんなの住んでるもしかしたら一番近くのさローソンにさマンたち NGT がいるってことでしょ、うれぴー、マナも激辛ラーメン大好き、アマプラ見ながら見てます、え、アマプラ何見てるの、マナもアマプラ入ってるか教えて、おすすめおすすめ教えてん、あ、てか真犯人フラグマナ見たのか、結局見るの忘れた、わー食べて食べて食べて、ありがとう、食べるねーラーメンラーメン食べたい、ラーメン、んー、マジで東京でロッテリアしか行ってない、あと何行った、あでも牛タン食べた今
のみ。別に観光行ってないよ、声が行ってないから。なんなんなん、まあでも茨城だったからさ、あの関東でよく学生の頃とか東京行ってた。そうなんです。ショールームさん、そう初めてさ、ショールームスタジオさんにさ突入させていただいて、めっちゃなんかねすごいの、セキュリティがすごくて、なんかすごいの。とりあえずそのさ、建物のまあ、外から中に入るのはもちろんなんだけど、一部屋の中に部屋が何個かあって、その部屋も全部オートロックなの。全部オートロックで、一回閉めちゃったらなんかカードがないと入れない。茨城から東京は何時間かな、え、わかんない、時計わかんない。こんばんは。すごいセキュリティ。なんかあそこにまださ住んでもなんかバレなそう。お、なんかすごい建物がご立派で、一部屋さまだ借りてても気づかれなさそう。くつろい、なんか開けてみたらマナがさせんべいボリボリ食べながらさこたつでくつろいでてもさ、あ、ショルマイシしてるのかなみたいな。そういうなんか企画かなって思ってさ、バレなさそう。一人部屋ですよ、基本一人部屋でも、え、多分さ佐渡ってさ発表されたからさ言っていいと思うんだけど、佐渡は4人部屋だった、マナたち4人部屋で、誰と一緒だったでしょう、当ててみて。まあ4人当てるの難しいから、一人でも当たればイエーイみたいな感じ。どう、こういうところがギャルって言われるのかな、一人でも当てればイエーイって感じみたいな。こんばんは、初見の方フォローぜひよろしくお願いします。ヤヒコ赤くて、サーヤ、カイリ、カイリちゃん、ユウちゃん、大塚さん、ヤヒコちゃん、サーヤ、あ、サーヤとカイリがなんか多いね。じゃあ答え言いますね。じゃあまず一人目、じゃが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 じゃん、じゃじゃん、ヤヒコ、イエーイ。ヤヒコとまず一緒でしたね。まあこれはね、なんか何人かちらほらといましたので回ってます。で次三人目、じゃが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 じゃん、じゃじゃん、ひなです。あ、ちょうど203日、ひなです、イエーイ。マナヒナヤヒ、今のところ、マナヒナヤヒの今のところ3人目。続いて4人目は、じゃが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 じゃ、じゃん、ゆうです、イエーイ。マナヒナヤヒユー、マナヒナヤヒユーの4人ちっちゃいもんに加わっちゃったよ。加わっちゃったんだよの4人でーす。203日、イエーイ。203日、カイリとサヤは一緒じゃなかったんです。はい、この4人で4人部屋で過ごしました。なんか一人だけ違う。
何のこと、誰だろう。楽しそうな部屋そうなんですよ。もうなんかいろいろとさ、やっぱ佐藤真奈も初めて行ったからさ、いろいろ話したいことあるんだけどさ、まださその最初詳しいことさ出てないじゃん。だからさ、なんか言えない、最初だっけ、なんだっけ、であのさ出てないからさ、なんかどこまで言っていいかわかんないじゃん。え、小指痛い、小指痛い、折れたかもしれない。あ、詳細まだなんて言った、最初って言ったもんしかない、詳細、それそれ、詳細が出てないから、佐渡っていうのは出たけどまだ出てないから、佐渡での思い出、もうめっちゃ風が強くて、その日その撮影の時すごかった。もうなんかさ、まなくさ髪短いじゃん、で後ろから風が来るもんだから、なんかライオンのたてがみみたいななっちゃって、どうしよう。まな、あのさ、ジャケ写、ジャケ写の時も最大ピークで風がボーンみたいな、で髪ボーン、やばくないどうしよう。まな、ジャケ写さ、ジャケ写ライオンだったらどうしよう。もう次なんかギャルじゃなくてライオンって言われそう。え、そう、めっちゃもう本当に可愛らしいライオンじゃなくて、もういかついライオンなの本当に。じゃけしゃ、それだったらどうしよう、ちょっとどうしようかなその画像欲しい。え、まだ持ってる、そのじゃけしゃじゃなくて、普通に一人でオフショットとか撮る時も風すごすぎても全部ライオンなの。早く見せたい、見せたくはないだってライオンなんだよ本当に。そう、短いから風がね、こうなってこれが全部360度にあるの、なんかブワーブワーブワーみたいな。もうこんな可愛いもんじゃない、もっとね、なんか飛び散らかってんの髪が。え、修正できない絶対、それぐらいすごい。もうね、カイロ貼りまくりで、みんなお塩たちたくさん取った、取り合いした、みんなで。なんか青春っぽいね動画も撮ったりしたから、なんかツイッターかインスタかに載せたい。まだ見せられないけどそう、カイロ貼った。そう、寒かったの。マラちゃん佐渡の海で泳いでそうおもろすぎる。海でまだ泳いだことないんだよね、プールしかない。海で肩まで使ったことないんだよね。佐渡の写真はアルバム発売後かな。そうだね、そうなるね。だから6月29だから、まあそのぐらいかな。お楽しみに。あ、でもその前にさ MV とかって流れるっけ。でもティザー映像とか流れるのかな。佐渡にギャルっているのかなもうじゃあそれこそ佐渡にあの行ってみて確かめてみてくださいね。茨城の海も入ってない、なんか砂浜しか行かない。1倍前に会計、あ、そうなんだ。え、58分早くない？やーん。13位ジョーさん、12位ハルさん、11位赤道のターボーさん、なんか早口になっちゃう自然と。10位パピコさん、9位埼玉のしゅんさん、8位ヒンジさん、7位ギリタンシオさん、6位酒井秀一さん、5位吉明さん、4位シンさん、3位竹蔵さん、2位リョウスケさん、そして1位はタマム48さんです。イエーイ。
パチパチパチ。じゃあ皆さん今日もありがとうございました。今日はねメール送ったので全部返信してくださいということで、また明日配信で会いましょう。ゆっくり遊んでね。ありがとう、みんなもゆっくり休んで、明日また配信元気にコメントしに来てね。それではおやすみなさい。バイバーイ。今何分今何分みんな、おやすみ、また明日ね。またね。まあ、待って、スクショタイム今日できる。間に合え、間に合え。クマ。オッケー、オッケー。はい、撮れましたかね。はい、ということで、じゃあみんなおやすみ、バイビー、イエーイ。バイバーイ、おやすみなさい。え、痛い。